今日の試合会場は気持ちのいい天気に恵まれました。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。明治安田生命 J1 リーグの一戦、鹿島アントラーズが清水エスパルスと戦います。試合前にはどちらの監督からもこの試合への自信が伺えました。どんな作戦を練ってきているのか、この後じっくり見ていきましょう。本日のアウェーチームはいかがでしょうか。シーズン前半戦は半分以上日程を消化しましたが、このチームは優勝候補として期待を大きく上回るパフォーマンスを見せています。大きく崩れない限り優勝の大本命の座は揺るがないでしょう。今日の試合に出場するホームチームのラインナップです。今日はノーマルな 4-4-2 のフォーメーションです。2トップの選手が攻撃を引っ張ります。こちらがアウェーチームの先発メンバーです。攻撃的な4-5-1ですね。ボールダッシュが鍵になります。いよいよ試合が始まります。鹿島アントラーズボールのキックオフです。遠藤康志、内田篤人、ドリブルで果敢に攻め込みます。ナイスタックルでしたが、相手ボールのスローインです。何をしてくるのか。ここか、遠藤康志、これは PK です。ここでリードするチャンスですね。 PK が与えられたものの、選手にカードは出ません。カードが出てもおかしくない場面ですが、そこまで悪質ではないという判断なのかもしれません。キーパーが PK を止めました。キーパーいい読みでしたね。 PK の成功率はだいたい8割ぐらいですが、今回は2割の方が出ちゃいましたか。レオシルバ、このゲームのアウェーチームは現在リーグで最も失点の少ないチームです。いつも相手に仕事をさせませんよね。今日もそういう展開になりそうです。勝ち越しゴール来るか。これ来た。素晴らしいセーブでゴールを死守。ボールはゴール前へ。ディフェンス弾いた。これはゴールキックになります。ボールはバーを越えてゴールキック。ちょっとずれてしまいましたね。監督は今のでリードできなかったことについて不満な様子ですね。もう一度チャンスを作ればいけると思います。ここはインターセプト。しっかり予測していました。ドリブルで運びます。絶妙なロブパスです。キーパーが簡単に止めます。いやー、今のはもったいない。至近距離からの得点のチャンスを無駄にしてしまいましたね。いいところへ出した。相手が触ってボールが出ます。コーナーキックです。中に入れた。ボールをクリアします。スローインになりました。レオシルバ、これは見事なインターセプト。白崎亮平、
見事なパスカットです。相手が触ったボールはスローインになります。レオシルバ、深いところでパスを受けます。ここで一旦ペースを落としてボールを落ち着かせます。うまく読んだインターセプト。カウンターも狙えます。いい位置です。前方に運びました。金子翔太、仕掛けてくるのか、何を狙うのか。ボールを運んでいます。チャンスと思いきやオフサイド。これは惜しい。これは見事です。伊藤翔、何をしてくるのか。白崎良平、チャンスにできるか。ここからどうするのか。シュートは枠を外れます。イメージとは大きくずれてしまいましたか。このままでは勝利を期待するサポーターを満足させることはできないでしょうね。もっとチャンスを生み出すためにもサイドを有効に使った方がいいんじゃないでしょうか。このボールは重要です。ファン速攻、何かしてきそうですが、ドリブルで、このシュートで勝ち越せるか。コンスンテが防いだもののプレーは続いています。なんとこれを外した。リードを奪うチャンスを生かせませんでした。決めたかったですね。このパスはカットされました。金子翔太、金子翔太、今のパスで完全に崩しました。ゴールを狙う。キーパーがキャッチします。前半終了です。未だスコアレスです。今シーズン堅い守備を誇るアウェーチームですが、ドローのままゲームを折り返しました。前半はいつも通り相手にチャンスを与えませんでしたね。この守備を崩すのは一筋縄ではいかないでしょう。後半が始まります。サイドのスペースを使います。ここから狙うのか。着実なビルドアップからチャンスを狙います。狙える位置です。さあどうする。このボールはキーパーが前に出た。あっとオフサイドの旗が上がっています。奈良達希、レオシルバ、ボールは相手に渡りました。危険な位置です。緊張感が増してきます。守備が軽かったですね。コーナーキック、勝ち越しを狙います。鹿島アントラーズ選手交代です。さあボールを蹴った。このシュートはブロックされました。もう一度コーナーキック。これはあるか。残念ながらゴールにはつながりません。いい位置です。ナイスディフェンスです。長木亮太。
カウンターのチャンスです。カウンターから決まるかと思いましたがボールを失いました。金子翔太、スペースへのボール、仕掛けてくるのか。狙った、ポストに当たって決まりました。キーパーは外に外れると思ったんじゃないでしょうか。シュートした方はポストに感謝でしょうね。別の角度からご覧ください。このまま試合を終わらせることができるでしょうか。選手の交代です。ここから試合が慌ただしくなってまいります。犬飼智也、レオシルバ、ボールは相手に渡りました。サイドにはスペースが、金子翔太、クロスを出せるか。どうだ、ゴールにはなりませんでしたが今日は乗ってますね。はい、いい動き見せてますよ。俺が決めるという姿勢がいいですね。奈良辰己、長木亮太、レオシルバ、パスの名手と言われるだけのことはありますね。これは見事なインターセプト。オフサイドの判定です。選手の交代があります。得点を取るための交代と見るのが妥当なところでしょう。ロングパスでサイドを変えてきます。このピンチはクリアでしのぎます。クリアですがここは味方につながりません。狙える位置です。ここからどうするのか。ディフェンスラインの裏を狙いましたがここは出し手との呼吸が合いません。与えられた仕事は走り回ってこのまま試合を終わらせることでしょう。選手がピッチに向かいます。苦しい試合になっていますがホームのサポーターは諦めていませんね。まだ1点差ですからね。選手たちも力が出ると思いますよ。ディフェンスがすっと出てきてパスをカット、チャンスを潰します。中央へのボールはクリアされました。レオシルバ、決定的なパス、同点のチャンスを逃しました。悪くないシュートでしたね。いい攻撃でしたね。こういうチャンスを何度も作れば追いつけるかもしれません。パスをカット、いい読みでした。何かしてきそうですが、ここはボールを守りたい。クロスをディフェンスがブロック。ヘナトア・ウグスト、パスが通る、ゲームを作るパス、入ってきたぞ。攻撃を断ち切れていない。ここはゴールに結びつきません。もったいなかったですね。ここでの1点は大きいですからね。試合終了のホイッスルが吹かれました。福西さん、
今日は攻め勝ったというゲームでしょうか。そうですね、最後まで強気の姿勢を崩していませんでした。いいチームですね。リーグ最少失点のアウェーチーム、このゲームに勝利しました。相手を0点に抑えた堅実な勝利ですね。あの守備をこじ開けるのはなかなか難しいでしょうね。